マージャン群王かみきは、原作、ライガともし、作画、ミネギシのブアキによる日本の漫画作品、及び、それを原作とする OV。近代マージャンにて2009年8月1日号から2011年8月1日号まで連載された。単行本は、全4巻。賭けマージャンで生計を立てるジャンゴロたちの駆け引きを描いていく物語。2011年には、 大 v 化もされている。登場人物とその名前、スズメ風の大半は、実在するプロジャン氏がモチーフとなっている。食道癌により体を蝕まれ、今に朽ち果ていようとしている、入院中の男、安在忠氏は、自分の麻雀付きの人生はこれか否か、己に問いかけていた。かつての仲間ともう一度麻雀を打ちたいと思い、もう少し、地獄のエンマさんに抗うことを決意した。 時代は遡り1980年代。深夜テレビ番組、午後11時が口火となった第二次、麻雀ブームは全国に増えた。麻雀ファンの男たちが、麻雀に魅了され、腕一本でのし上がろうとする、もの、同時に麻雀プロを目指す、若者たちにとってはジャンソーでつばぜり合いが行われる、蜜月時代と化していた。悪徳不動産屋から、 かけマージャンで成形を立てるジャンゴロへと道を変えた、安西忠も、その一人であった。安西は、若手最強集団と評される、タケルの会のメンバーの一人として参加し、日々死ぬ気のマージャンを打ち続け、その青春の日々を謳歌していた。浅岡明が創設した雀誌グループ。若手最強集団と称され、そのメンバーは、名の知れた猛者たちが集う。様々な雑誌企画などで、 ジャンゴログループの挑戦を受け付けており、毎回挑む者は自身の実力を誇示する、マージャン類の猛者がほとんど。また、暗黙のルールとして、ジャンソーの断米は絶対に殺してはならないがある。2011年2月18日に GP、ミュージアムソフトより OV をリリース。地区処防、マージャングン狼機、ゴロ一貫紹介ページ地区処防、マージャング狼 語呂2巻紹介ページ畜処房、麻雀軍狼木、語呂3巻紹介ページ畜処房、麻雀軍狼木、語呂4巻紹介ページ。ありがとうございます。